裁判の IT 化とリーガルテックと題しまして、まずは内閣官房日本経済再生総合事務局参事官川村久永様より裁判の IT 化についてご講演いただきます。ではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介をいただきました、内閣官房の日本経済再生総合事務局で参事官をしております川村と申します。今日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。私の方で今取り組んでおります裁判手続き等の IT 化についてお話をさせていただきます。そもそもの問題意識でございます。もう皆様にとっては自明のことかと思いますが、今世界中でデジタルトランスフォーメーションというのが急激に進行していて、既存の市場やビジネスを根底から覆す破壊的なイノベーションが起きているということかと思います。それに、民間セクターでは、対応すべくいろいろな取り組みを行われているということではないかと理解をしております。そういう中で日本の行政や司法が旧態依然とした、アナログ型を続ければ、我が国全体の生産性のボトルネックになるのではないかと。なんか朝ドラで、戦後間もない時に食料廃棄を受けるのにハンコハンコと言って主人公がハンコ屋になるとかっていう話題があったようですが、ありえないんじゃないかというのをですね、求めるのが行政ではないかというのが認識をされているということではないかと思います。それを変えていかないといけないというのも私ども行政も認識をしておりますし、その対応を司法にも求めていきたいというところでございます。民間は AI、ビッグデータ、そういったものでもう格段にレベルの高いサービスを提供しようとしているのにかかわらず、行政はオンラインで申請ができるということにとどまっているのではないかというのが問題意識でございます。で、世界を見ますと、そういった中でビジネス環境ランキングという中で日本は低いというところにありまして、それを打開をするというのがもう一つの出発点でございました。で、この司法の分野ではですね、手続きの日数とか、コストというものについてはそれなりの評価をいただいておるんですが、質の評価、ここに書いておりますように事件管理が自動化されてないとか電子化されていないですとか、そういったところでですね、低い評価をされていて全体のランキングを下げているということになっておりまして、これを打開するのは裁判の IT 化だというところでございます。で、日本は伝統的な紙対面中心でやっている中で、諸外国では IT 化が導入され、さらに AI の活用まで検討されているという状況にありまして、まあ、要は2週遅れではないかと。先日の、別の、セミナーではですね、2ダース遅れだというようなご意見もいただいたところでございます。これを昨年、検討を取り組むぞというところでスタートをし直したというところにあります。で、改めて日本の裁判の特徴を、申し上げますと、この申し立てを書面で当事者が手渡し郵送、まあ、特定の手続きはファックスも認められているということですが、まあ、今時ファクシミリということかと思います。そういったものを紙ベースで記録をしながら、さらにキャッシュレスができていないと。で、収入印紙を買って手数料を納付するし、当事者のやり取りの郵送も郵便切手を前もって渡して手続きをしてもらうというようなアナログのやり方をしていると。で、また法廷には物理的な出頭を求められるという状況にございます。で、特にこの物理的な出頭を求められるというのが、全国レベルでビジネスをされている会社の方にとってみると、全国各地での訴訟に巻き込まれるということを意味をしておりまして、これが、弁護士にお願いをする拘束、まあ、手数料のことも関係しておりますし、それを傍聴する会社の従業員の出張コスト、にも関わってくると。で、またこれで時間が合わなければ、その分訴訟の日程が合わず先送りになってしまって、迅速な裁判手続きの阻害要因にもなり得るというところでございます。で、一方で気をつけないといけないことということは、日本の裁判の場合、双方当事者もしくは片方当事者が本人であると弁護士を介していない
という訴訟の、かなりの割合であるというところで、まあ、いわゆるあのデジタルデバイド問題について、司法へのアクセスを確保するという形でですね、慎重な検討といいますか、手厚い対応が求められるというところがございます。で、これまでの日本の現状を申し上げますと、あの少し褒めますとですね、10年前ぐらいに一度トライをしたということで、世界レベルで見るとそれなりに遜色のない取り組みが10年前にあったものの、あのうまくいかなかったというところでございまして、ちょっと時代を先取りしすぎられてしまったのかなというのもあったのかもしれません。それを今回再起動したというところでございます。で、じゃあどういったことを進めるかということは、 IT を使うことによって司法のアクセスを改善しよう、手続きを迅速化充実しよう、そしてその負担を軽減しよう、そしてこういったことをすることによって国際インフラの競争力強化を図っていこうというところでございます。そのためには現行の法律の枠を超えて、基本的に紙媒体の存在を念頭に置かない IT 化への抜本的な対応を行っていこうと、そのために利用者目線に立って全面的な IT 化を目指していこうということを方向性と打ち出しをして合意をいただいて取り組んでいるところでございます。で、これが今年の6月の、まあ、未来投資戦略という閣議決定された文書の中で、2019年度からウェブ会議の活用を進めていこう、でさらに19年度、来年度から、オフィシャルな検討を進めてですね、法改正に向けて議論をしていこうと。で、その時には裁判所に出頭しない裁判というのができるようにしようと。さらに、ウェブから申し立てができる法改正も検討していこうと。これは法改正するのが民事訴訟法という、あの、六法に載っている法律を変えていくということになりますので、とても大きな法改正になってまいります。で、さらにオンラインで申し立てでできるのを、来年中にいつからできるかを考えていこうと。で、あの、ウェブ会議、を使って双方当事者ができないのは2022年度から施行していこうというようなスケジュールを立てて、今、あの、まあ、内部の検討が、まあ、オープンにもなってますけれども、それが今現在放送関係者で進められているということでございます。これについては司法のトップである最高裁長官も進めていくんだということについてですね、あの、お話をされています。で、さらに、司法の労組も総論賛成やっていこうと。いうことを申し上げておりますので、関係者は皆賛成をしているというところがございます。で、ただしですね、現場ではやはり IT 導入に伴ってそれに抵抗するというか嫌がるところがありますので、それをいかに乗り越えていくかというのがポイントになるんですが、あの、検討会というのは私どもの議論に参加をしていただいた先生方も最高、あの、高裁の長官をされたような方ですとか、あの、民事訴訟法のメインストリームの学者の方もやっていくんだと。これはできない理由じゃなくて、やるために課題を解決することを考えていこうと。そういう流れになっております。これをまさに進めていくのがこれから大事だというところで、海外では AI も意識しながらオンラインで紛争解決、自動車事故とか、少額訴訟とか、あの、田中大家の訴訟とか、そういうのをどんどん進めていこうというのは、これはシンガポールの例ですけども、進んでおりますし、さらに、e コマースとか、離婚訴訟とか、こういった手続きをオンラインでどんどん解決できるようにしていこうという取り組みが、もうすでに実装されて動いているということで、世界はさらにその先に進んでいるというところでございます。で、ちょっとご案内までに、行政でも、あの、添付書面の廃止、ペーパーレス、本人確認も印鑑なくしていこうとか、あの、別のやり方をやっていこうっていうところに、あの、取り組んでいるところでございます。で、これはすみません、あの、配布している資料にはありません。で、これは、あの、行政のオンライン化、法案作って変えていこうっていうところにも取り組んでおりますし、本人確認も対面押印ではなくて電子署名ですとか、まあ、ペーパーレスでよりセキュアなやり方でできるような枠組みを作っていこうというところを取り組んでいるところでございます。で、さらに言うと、会社を作るときの代表者の印鑑登録もなしで会社が作れるようにしようという法改正に向けた動きも取り組んでいるところでございまして、まあ、印鑑なしの、ハンコなしの会社がこれから作れるような時代が来るかもしれないと。まあ、これは、あの、ハンコ協会にも反発をされておりますが、あの、ハンコなしで会社作ってみたいって方、どれぐらいいらっしゃいますかね。
それなりにいる、まあ、意外とこの会場のにしては少ないなっていうところですが、そういう時代がやってくるんではなかろうと。さらにこれが今日お話があった佐々木社長の電子契約の話と加味をすると、重要な契約も電子でハンコもなしでというようなですね、社会が間もなくやってくると、そのための準備を行政は進めてますよという環境にございます。でさらに手続きのオンラインワンストップ化も、税社会保障の手続きもですね、束ねていきますよというような取り組みを今進めておりますし、さらにはワンスオンリー、皆さん面倒くさい年末調整もなくしましょうと。なくしては手続きとしては多分残るかもしれませんが、負担感のない形でいちいち毎年同じハンコをつくのをやめましょうというようなことをですね、今実現しようというところで政府の中で検討を進めているところでございまして、デジタル化の流れはですね、これは中で API 連携、 API エコノミーも佐々木社長が数年前から提唱されているのに、ようやく我々周回遅れで追いついてまいりまして、これから行政手続きも API 連携で API エコノミーの中に混ぜていただこうという形で今取り組みを進めているところでございます。どうも駆け足です。ご清聴ありがとうございました。